試合2ゴール、3試合連続のゴールになりました選手です。おめでとうございます。Muito obrigado. Só tenho a agradecer a presença dos torcedores e graças a Deus consigo o nosso objetivo, que era os três pontos. ありがとうございます。まあ、今感謝の気持ちいっぱいです。何よりサポーターの皆さんに感謝の気持ちを述べたいのと、あとはもうこの前なら ACL に向けて出場権を勝ち取りたいです。今日の2つのゴールもレアンドロ選手が太田選手との見事なコンビネーションがあったと思います。今その3人のコンビネーション、太田選手どんな風に気持ちよくプレーをされているんでしょうか。Acho que a gente conseguiu um entrosamento perfeito, vem saindo os gols naturalmente. E acho que tudo isso devido ao treino, devido ao esquema que o professor vai também jogar, que mais agrupado, então está dando certo e tomara que dê até o final a gente consiga essa vaga para a série. É, もちろん監督監修だったり練習中の成果が出ていますから、いい形として出て点数を3人で、コンビネーションで決めることができてますし、この3人でもっと連携を生かし ACL の後ろに出ていきました。今日はこのホームで最後の今シーズンの試合で、デンシール監督も最後のゲームになりました。改めて、まあ、セレモニーもありますが、ルーガー選手からデンシール監督に何か言葉がありますか。Acho que o último jogo dele aqui demonstrou que é uma carreira vitoriosa e desejo toda a sorte do mundo e só quero agradecer a oportunidade que ele me deu. E eu tenho certeza que para onde ele for vai ser vitorioso como foi aqui no Cachorro em Sol.もちろん柏日立大学の最後のホームの試合ということで、その監督の前で素晴らしい試合できたことを誇りに思ってますし、もちろん監督がどこに行こうとそこでまた柏でと同じように上昇軍団という形でやっていただけると信じてます。はい、どうもありがとうございました。ルーガー選手でした。見事なトゥーゴールでした。ありがとう。それでは大型ビジョンをご覧ください。今シーズン最後のホームゲーム。